ラウラ・テ・ソーロは、ベルギーの歌手、女優である。ユーロビジョン・ソング・コンテスト2016に、ベルギー代表として出場、What's the Pressure を歌う。また、ベルギー・フランデレン地域のテレビドラマ、ファミーリエでシャルロッテ役を演じた女優であり、2014年に、音楽番組、ザ・ボイスのフランデレンバンで2位に入賞した。1996年8月19日に、 フランデレン地域のアントウェルペンにて、イタリア人の父とベルギー人の母の間に生まれた。2008年、犯罪ドラマ番組、ウィチィで、イビー・クワイパーズの役を演じたのを皮切りに、アニーやドミノなどのミュージカルでの演技をこなす。2009年には、音楽祭ケイトネットポップに出演、2012年から2014年まで、テレビドラマ、ファミリエでシャルロッテ役を演じる。 2014年音楽番組ザ・ボイスのフランデレン版の第3期に出場2位となった。同年に発売された初のシングルアウタヒアはフランデレン地域のシングルチャートで23位を記録した。2015年にはシングルファンキー・ラブを発売、同年11月には翌年5月に開催されるユーロビジョン・ソング・コンテスト2016のベルギー代表候補となった。 1> 第1回のショーでは、ユーロビジョンソングコンテスト2009のトルコ、代表曲であったハディセのドゥンテックテックのカバーを歌い、第2回のショーでは、代表候補曲、ワッツ・ザ・プレッシャーを披露、視聴者投票で首位となった。2016年1月17日の決勝では視聴者、投票、審査員投票の双方で首位となり、ベルギー代表に選出された。二千十六年五月に、 スウェーデン・ストックホルムで開催されるユーロビジョン・ソング・コンテスト2016ではベルギー代表として What's the Pressure を歌う。ありがとうございます。